サンバルテルミの虐殺、フランソワ・デュボアサク・ユグノー戦争は、フランスのカトリックと、プロテスタントが急戦を挟んで8時40年近くに、渡り、戦った内戦である。ドイツに始まった、宗教改革運動は各国に広まったが、ジャンカルバンの思想が、フランスでも、勢力を持ち、プロテスタントは、カトリック側からユグノーと呼ばれた。ユグノーには、貴族も加わり、 弾圧にもかかわらず、勢力を広げていった。1562年に、カトリックの中心人物ギーズ公によるバッシーでの、ユグノー虐殺事件が契機となり、内乱状態になった。妥協的な和平を挟んだ数字の戦争の後の1572年8月24日には、カトリックが、ユグノー数千人を虐殺するサンバルテルミの虐殺が、起こっている。 宗教上の対立であるとともに、ブルボン家やギーズ家など、フランス貴族間の党派争いでもあった。加えて、この戦争は、カトリックのスペイン王フェリペ2世とプロテスタントの、イングランド女王エリザベス1世との代理戦争の、性格も有している。1589年に、ギーズ公安里ついで国王安里3世が暗殺されて、バロア朝が断絶し、 アンリ四世が即位して、ブルボン朝が起こった。パリでは、カトリックの勢力が強く、プロテスタントの王を認めなかったため、アンリ四世はカトリックに改宗している。一方で、なんとの直令を発して、プロテスタントに、一定の制限の下ではあるが信仰の自由を認め、戦争は終結した。フランスは一世、ルター思想は五百二十年代に、フランスに伝わり、 プロテスタントに対する政策は寛容と弾圧の間で揺れ動いていた。イタリア戦争の過中にあった、フランスは一世は神聖ローマ帝国内のプロテスタント諸公の反乱を支援しており、フランス国内における信者に対して寛容であった。それ以上にルター派と宮廷内で人気のあった人文主義改革運動との区別が曖昧であり、また、 国王の姉ナバラをヒマルグリッドは、ルフェーブルデタープルなどの改革者たちを異端の権威から庇護していた。だが、1534年に激文事件が起こると、フランスは一世はプロテスタントを脅威と感じ、彼らを弾圧し始める。アンリ二世、アンリ二世の知性でも迫害は断続的に続き、知性の終わり頃に異端審問のための新たな法廷が作られ、 これはプロテスタントからは家計法廷と呼ばれた。これはこの時期にカルバン派がルター派をしのいでフランス国内におけるプロテスタントの主流になり急速に数を増やしたことの反動とみられる。フランス生まれのジャンカルバンによって作られたカルバン主義は社会階層や職業の違いなく人々を引きつけ、さらには地域差なく広範囲に広まっていた。 1559年66のカルバン派ント団の代表が秘密裏にパリに集まって第1回全国協会会議を模様し新興告白と協会規則を作成した。1560年時点でカルバン派はフランス総人口1800万人の約10%と推定されている。1559年のアンリ2世の突発的な事故死は 政治的空白を作り出し、フランソワ二世の姫である、スコットランド女王、メアリーの母方の親族であるギーズ家が実権を握った。キーズ公フランソワはカレーをイングランドから脱回した英雄であり、その弟のロレーヌ・スーキ教は、フランスカトリック教会の主張で、いずれも熱狂的なカトリックだった。一方のプロテスタントは、 ブルボン家当主のナバラ王アントワーヌを名手にいただいていたが、熱狂的プロテスタントの妻ナバラ女王ジャンヌ・ダルブレに主導権を取られる頼りない人物で、後に弟のコンデコー・ルイがプロテスタントの中心となる。アンボワーズの陰謀の容疑者たちの処刑カルバン派によるリヨン教会の略奪。アントワーヌ・キャロット作カトリーヌ・ド・メディシス1560年3月。 プロテスタント貴族ラルノーディを中心とする不平貴族たちがフランスア二世を誘拐してギーズ家を除こうと図った。だが陰謀は露見し数百人の容疑者たちが処刑されてしまう。ギーズ兄弟はブルボン家のコンデコルイが黒幕であると疑った。コンデコは11月に逮捕された。このことにより対立は一層深まった。この後の論争の中で フランスのプロテスタントはユグノーと呼ばれるようになった。ユグノーはドイツ語のエジナスから生まれた別称である。ユグノーによるカトリック教会に対する最初の製造破壊が1560年にルーアンとラロシェルで発生し、翌年には20の都市に広まった。これに激怒したカトリックの都市住民による流血の報復がサンス・カオール・カルカソンヌ トゥールその他の都市で行われた。王太后カトリーヌ・ド・メディシスは、フォンテーヌ・ブロー諮問会議を招集して、カトリックとプロテスタントの融和を図るが、ギーズ家は異端絶滅を計画していた。1560年12月、フランソア2世が死去し、弟のシャルル9世が即位。王太后カトリーヌ・ド・メディシスが殺傷となる。 経験不足とバロワーハプスブルク戦争の釈罪のため、カトリヌは強力な私、軍を有する貴族たちの激しく対立した利害関係を慎重に舵取りをせねばならないと感じた。彼女は敬虔なカトリックであったが、強大なギーズ家を牽制するために、ユグノーの名手であるブルボン家を優遇して、ナバラをアントワーヌを国王総大官となし、 コンデコ・ルイに特赦を与えた。また、彼女は協調派の大法官、ミシェル・ド・ロピタルを徴用した。ロピタルは、市民の平和のためのいくつかの手段を提案し、神聖会議による宗教的解決を主張していた。ギーズコ・フランソワ1561年1月に、摂政カトリーヌは、オルレアン勧容直令を出すが、これに反発したギーズコ・フランソワが、 アンヌ・ド・モン・モランシー、ジャック・ド・サンタンドレと三党政治を結成して、反動政策に乗り出す。同年8月に、司教会議がユグノーと話し合うようにとの王家から、要請を受け入れて、サンジェルマン・アンレー三部会の中で、宗教会談が開かれた。プロテスタントは、テオドール・ド・ベーズを長とする12人の牧師と20人の、平身とが代表となった。 双方とも相手を受け入れようとはせず難航したが、新たな統一の基礎となり得る、ある程度の一致に達した。ベーズとギーズ家のロレーヌ・数ー教との会談で、礼拝様式に関して、両者の妥協がなされるかに見えたが、10月の最終会談で、カトリックとプロテスタントとの思想の溝は、すでに大きく広がってしまっていることがはっきりした。 1562年の初めに、摂政政府は、宮廷内の党派争いに先導された地方の、無秩序を抑えるべく、サンジェルマン直令を発した。直令は、反乱を回避するために、ユグノーに情報し、城壁街及び屋内での礼拝を容認していた。だが、3月1日、シャンパーニュのバシーで、ギーズ家の老党が礼拝をしていたカルバン派を襲撃し、 虐殺する事件が発生してしまう。ユグノーのジャンド・フォンテーヌは次のように述べている。ギーズ公がやってきた時、プロテスタントたちは直令に従って、城壁の外で礼拝を行っていた。何人かの従者が礼拝者たちを侮辱すると喧嘩沙汰になり、そこで偶然に、公自身が方に傷を受けてしまった。公の流血を見た従者たちは月光しばっしーの、 住民に対する虐殺が起こった。コンデコー、ルイドルーの戦いバシーの虐殺は二つの宗派間の抗争を引き起こすことになった。ブルボン家のコンデコー・ルイは、悪の大臣たちから王と摂政を解放すると宣言し、プロテスタント協会を組織化して、ロアール川沿いの町々を占拠し、軍隊を中流させた。実際にはユグノーたちは、 バシー事件以前から動員を開始していたが、コンデコ・ルイは、虐殺を勅命が破られた証拠であるとし、彼の軍事行動の大義名分に用いた。そして、戦闘が起こると、実際にこの勅命は、ギーズ家の圧力によって取り消された。ユグノーは、イングランド女王エリザベス一世と、ハンプトンコート条約を結び、援助の見返りに、ルワーブル、ディップ、 ルーアンを引き渡す約束をする。これに従い、イングランド軍がルアーブルに上陸した。主な戦いは、ルーアンとドルー、そして、オルレアンで起こっている。ルーアン包囲戦では、国王軍が町を奪回したものの、ナバラ王アントアーヌが戦死した。ドルーの戦いでは、コンデコ・ルイが、ギーズ家の捕虜になったが、ブルボン家も、敵の司令官、アンヌ・ドモン・モランシーを捕らえている。 1563年2月のオルレアン、包囲戦において、ギーズ公フランソワが、ユグノーのポルトロドメレに銃撃され、その傷が元で死亡した。ギーズ家は暗殺は敵対者のコリニー帝徳の差し金で、あると信じた。暗殺によって引き起こされた暴動とオルレアンが、陥落しないため、カトリーヌが和平調停を行い、アンボワーズ直令が発せられた。 シャルル9世ヤンボワーズ直例は、すべての関係者にとって、不満足なものであり、とりわけ、ギーズ一派は、異端との危険な妥協であるとみなして反対した。それにもかかわらず、王家は、両派の和合はイングランドに占領されているルアーブルの、脱会のために必要であると考えていた。7月に、イングランドを追い出すことに成功し、翌月シャルル9世は、成人を宣言。 カトリーヌ・ド・メディシスの摂政は終わった。しかしカトリーヌはなおも政治を主導し続け、1564年から1566年にかけて彼女は息子の国内巡行に同行して国王の権威の再行を図っている。巡行の最中の1565年2月、カトリーヌはスペイン王主席顧問アルバコーとバイオンヌで会談を持った。 会談の内容は不明だが、熱烈なカトリックである、スペイン王フェリペ2世の使者との会談はユグノーたちに警戒される。フランドルでの製造破壊の報告を受けた、シャルル9世が、この地のカトリックへの支援を行ったことが、ユグノーたちに危機感を起こさせた。スペイン軍が、フランドルでのプロテスタントの反乱を鎮圧するため、フランス領を通過し、 その警戒のために国王が軍備を増強させたことも、また、ユグノーを恐れさせ、政治的不満が増大した。1567年9月に、プロテスタント軍は、シャルル九世を誘拐して、自陣営に取り込もうと図ったが失敗、続いてラロシェルなどのいくつもの都市が、ユグノー側に着くことを宣言した。ニームでは、カトリックは、聖職者も平民も虐殺され、この事件は、 ミチェラードと呼ばれている。この事件が第二次戦争を引き起こした。主な戦闘はサンドニの戦いで国王軍が勝利した者の,の司令官アンヌ・ド・モンモランシーが戦死している。その後、ユグノーはオルレアンとブロワを攻略してパリに迫る。1568年3月にロンジュモーのアギが結ばれプロテスタントに対して 信仰の自由と権利が与えられた。コリニー帝徳1568年夏、この和平に反抗するようにカトリックが各地で、ユグノーの迫害を始め、ユグノーもこれに報復して、カトリックを虐殺した。王太郷カトリーヌ・ド・メディシスは強調派の大法官、ミシェル・ド・ロピタルを罷免し、政情はカトリック優勢へ傾いた。 身の危険を感じたコンデコ・ルイとコリニー・テイトクラ、ユグノー指導者たちは宮廷を脱出したが、彼らの部下の多くが殺害された。9月、サンモール直令が出され、ユグノーの礼拝の自由は、再び禁じられてしまった。11月、ネーベルラント反乱軍の指導者オラニエコー・ウィレムが、プロテスタントを支援するために軍を率いて、フランスへ侵攻する。だが、彼の軍隊は、 給与を十分に支払われておらず、このため国王が資金と通行の安全を申し出ると撤退してしまった。それにもかかわらず、ユグノーはコンデコー・ルイを司令官とし、フランス南西部の軍勢とドイツからのプロテスタント民兵の助けを受けて強力な軍隊を編成した。傭兵部隊はコンデコー・ルイの戦死後もユグノーに雇用され続けており、このためにユグノーは ナバラ女王ジャンヌラルブレの王冠の宝石を担保にイングランドから借金をしている。ユグノーの軍資金の多くはイングランド女王エリザベス一世から提供されたもので、これは彼女の副神フランシス・オル・シンガムの影響力によるものと考えられている。カトリック軍は王帝安住皇安利が司令官となり、スペイン、強行領、トスカーナ大公国の援軍を得ていた。 ユグノー軍は、ラロシェル防衛のためにポワトゥーとサントンジュ地方の、いくつかの都市を包囲し、それからアングレームとコニャックを攻めた。1569年3月16日の、ジャルナックの戦いで、ユグノーの司令官コンデコー・ルイが戦死し、狂気したアンジューコアンリは、コンデコーの死体をロバに繋いで引きずり回している。ユグノーは、コンデコーの15歳の息子、アンリを、 名目上の司令官として、コリニー帝徳が指揮を執ることになり、また、国王の権威に対抗するために、ナバラ女王ジャンヌダルブレの16歳の息子アンリド、ベアルンを指導者とした。ユグノは、ラロシュラベイユの戦いに勝利した者のポワチエを、奪取することはできず、モンコントゥールの戦いで、国王軍に大敗を喫してしまう。コリニーと彼の軍隊は、 南西部へ交代して、モンゴムリハクガブリエル・ドロルジュと合流し、再編を行い、1570年春に、トゥールーズを略奪して南部への連絡路を切断、そしてローヌ渓谷を進軍し、パリから 200km のラシャリテ・シュルラ・ロワールに達した。戦争によって、王家の負債は激増しており、 シャルル九世が平和的解決を望んだため、1570年8月8日にサンジェルマン和議が結ばれ、再びユグノーに対する情報がなされた。コリニー帝徳暗殺を描いた民間藩がこの宛にならない和平にもかかわらず、ルアン、オランジュ、パリなどの都市では、カトリックの群衆によるユグノー虐殺が続いていた。宮廷の事情はさらに複雑で、 シャルル九世がユグノオたち、とりわけ、コリニー帝徳と結びつき始めた。一方、王大,大号カトリーヌは、コリニー帝徳と、その支持者たちの県政の拡大を食い止められないこと、特にコリニー帝徳が、イングランドやネーデルラント反乱軍との同盟を、主張していたことが、明らかになると、次第に脅威を感じ始める。 虐殺後を視察するカトリヌ・ドメディシス1572年8月18日、コリニー・提督や、その他のカルバンハ貴族たちが、王女マルグリットとプロテスタントのナバラを、アンリの結婚式に参列するためパリにやってきた。8月22日、通りの窓から、コリニー・提督を狙撃する暗殺未遂事件が起こる。歴史家の間では暗殺者が、 シャルル・ドルビエであることは定説になっているものの暗殺の支持者は明らかになっていない。ユグノーによる報復クーデターを恐れたギーズコ・アンリとその一派は行動を起こし8月24日早朝に従者と共に宿屋にいたコリニー帝徳を襲撃して殺害した。コリニー帝徳の死体は総外へ投げ出されその後死体はパリ市民によって無残に切り刻まれ 切断されて、群衆の中を引き回された末に川に投げ込まれ、公主台に釣り上げられた後に焼かれた。その後5日間にわたって、大規模な虐殺が行われ、カルバン派は、男も、女もそして子供までも殺され、彼らの家々は略奪された。これらの蛮行に、王の許可はなく、予測もされないことだった。5週間にわたり、十数の都市で無秩序が広まった。 結局、パリではおよそ2000人のユグノーが虐殺され、地方ではおそらく1万人が犠牲となった。ナバラ王アンリと、ジュコンデコアンリは、カトリックへの改修に応じたことで、過労死で死を免れた。スペイン王フェリペ2世とローマ教皇グレゴリウス13世は、この結果に対する満足の意を表明したが、ヨーロッパ中のプロテスタントたちには恐怖と憤慨を引き起こしている。 フランスではユグノーたちが強行状態になり、カトリックへ改収する者が続出し、一部は国外に亡命して、王家に対抗するユグノーの力がひどく弱まってしまった。一方で、残ったプロテスタントはより過激になり、君主を選ぶ権利は人民にあり、君主が暴政を行うならば追放することができると、する暴君法罰論が唱えられた。また、 放送家を中心とした、穏健なカトリック教徒たちは、カトリック過激派の暴走を危惧し、王国の分裂を防ぐために、カトリックと、プロテスタントとの融和とより強い王権の確立を主張するようになり、彼らはポリティーク派と呼ばれた。ラロシェル包囲戦虐殺は、さらなる軍事行動を引き起こし、カトリック軍は、アンリド・モンモランシーの軍がソミエールを、暗重行。 アンリの軍がサンセールとラ・ロシェルを包囲した。1573年5月に、アンジューコ・アンリが、ポーランド王に選出され、ポーランド議会代表の介入によりラ・ロシェルの包囲は、と彼、7月に、ブローニュ直令が発せられると戦闘は終結した。ブローニュ直令は以前ユグノーに与えられた権利を、縮小したもので、すべてのユグノーに、 過去の行動の斜面と信仰の自由が与えられたが、礼拝は、ラ・ロシェル、モント・オーバン、ニームの3都市でのみ許され、しかも住居内のみであった。上級裁判権を持つ、プロテスタント貴族は、結婚式と、洗礼式を挙げることが許されたものの、家族以外の3列は10名に、制限されている。アンリ三世、アンジュ公アンリが、不在の間、シャルル九世と、 マッテイ・アランソン公・フランソワがいさかいをはじめ、多くのユグノーが保護と支持を求めて、アランソン公・フランソワ周辺に集うようになった。1574年2月に、サン・ジェルマンで、クーデター未遂事件が起きたが、申し立てによればその目的は、サンバル・テルミの虐殺以降宮廷に捕らえられている、ナバラ王・アンリとコンデコー、アンリの救出であった。同時にバスノルマンディー、 ポワ島そしてローヌ警告などでユグノーが放棄し戦争を再燃させた。アンジュー,ーアンリがポーランド王に即位した3ヶ月後の1574年5月、シャルル旧世が死去した。王太后カトリーヌはアンリが帰国するまで摂政に就任すると宣伝する。アンリは秘密裏にポーランドを去りベネツィア経由でフランスに帰国した。帰国した彼は ラングドック地方総督モンモランシーダンビルの裏切りに直面することになった。不満派のダンビルは南フランスのユグノーと結託して王家に背いてしまった。1575年2月に彼はランスでアンリ三世として即位し、ギーズ家の同族であるルイーズ・ド・ロレーヌ・ボーと結婚した。国王は4月には交渉を模索していた。だが、9月に マッテイ・アランソンコフランソワが、宮廷から逃亡して、不満派の項目になる。さらに、プファルツ・ツバイブリュッケン公ヨハンがシャンパーニュに、進行したことからも、国王に敵対する連合軍の勢力が、圧倒的になる可能性がが然増してきた。国王は慌てて、アランソンコとの7ヶ月の休戦協定を交渉し、ツバイブリュッケン公の軍には、 ライン側東岸に泊まることを条件に50万、リーブルの支払いを約束したが、いずれも和平を確実にするものではなかった。1576年の初めに、ナバラオ・アンリとコンデコ・アンリがパリからの脱出に成功し、先の回収を否認して、プロテスタントに復帰する。3月、国王は、アランソンコ・フランソワとユグノーの条件を受け入れる、ことを強いられ、 王帝殿下の和議と呼ばれる、暴流直令を出した。直令では、パリ城壁内以外のすべての場所でのプロテスタントの公的礼拝が認められ、さらにユグノーに安全保障都市が8カ所与えられた。パリでのカトリック同盟の武装行進。1590年。カルナバレ博物館像暴流直令はカルバン派に、対して多くの情報をしていたものの、これに反対すべく、 カトリック過激派のギーズアン里がカトリック同盟を結成したため、短命に終わってしまった。ギーズ家は長きにわたりカトリックの守護者とみなされており、ギーズアン里とその親族が同盟に忠誠を誓う広大な地域を支配していた。同盟はまた都市中間層に多くの支持者を持っていた。1576年のブロワ三部会は事態の解決ができず、 12月には、ポワトゥーとギュイエンヌのユグノーが、武装放棄する。ギーズ一派が、スペイン王家からの格好とした支援を受けていた一方で、ユグノーにも南西部に強固な地盤を持つ強みがあった。彼らはまた国外のプロテスタント諸国からの支援を受けていたものの、実際には、イングランドやドイツ諸法は、少数の軍隊を送ったに過ぎない。今回の戦争では、 王帝安住皇、フランソワ、ダンビルラ不満派は、カトリック同盟に組みしており、戦況は、ユグノー側に不利であった。結局、安利三世とユグノーは、防流勅令でなされた、情報の多くを撤回するベルジュラック協定を結び、6日後に、これを確認するポアティエ勅令を発した。安住皇、フランソワ、王帝安住皇フランソワと、その支持者たちは、 ネーデルラントの反乱に介入して戦争を行い宮廷に混乱を生み出し続けていた。一方、地方の情勢はカトリックとプロテスタントが自衛のために武装して無秩序に陥っていた。1579年11月、ポンデコ・アンリがラフェールを襲撃し新たな戦争が始まった。恋人たちの戦争と呼ばれるこの戦争は、 1580年11月にアンジュ、安住公フランソワとの交渉によりルフルクスの和議が結ばれて終結している。この脆い妥協は、1584年6月に国王の末廷で推定相続人の安住公フランソワが死去したことにより終わった。安リ三世には、世継ぎがなく、サリカ法に基づく次の多い継承者は、 ルイ9世の血を引くナバラ王アンリとなるが、彼は、重帝のコンデコーアンリと共に、強行クスってス五世から破門された身であった。ナバラ王アンリが、プロテスタント信仰を捨てないと明らかになると、12月に、ギーズ公アンリは、カトリック同盟の代表として、スペイン王フェリペ2世とジョアンビル条約を結んだ。フェリペ2世は、 フランスの内乱を続けさせ、カルバン派を壊滅させる目的で、続く10年間カトリック同盟に莫大な援助を提供することになる。ギーズ港案里1585年3月に、ギーズ公が北フランスの諸都市を占領して、第8次戦争が始まった。ギーズ家の圧力のもで、1585年7月に、ンリ3世はしぶしぶながら、ヌムール直令を発し、 プロテスタントの礼拝禁止と改修に応じないものの、国外追放を強いる弾圧政策と、ナバラ王、アンリの王位継承権無効を宣言した。教皇シクステュス五世もこれに応じて、ナバラ王、アンリのナバラ王位と、フランス王位継承権の剥奪を宣言する。当初、国王は、カトリック同盟の指導者を取り込んで交渉による解決に持ち込もうと図っていた。だが、 この動きはユグノーを破産させてその財産を国王と分割しようと望んでいたギーズ家にはひどく嫌われた。状況は悪化して、再びユグノーとの戦闘状態に突入してしまう。ナバラ王アンリは、ドイツ諸法やイングランド王エリザベス一世からの援助を求め、また不満派や恩恵派カトリックと手を結ぶ。1587年10月20日のクートラの戦いで、 ナバラオ・アンリはカトリック軍に対象した。一方、強硬派カトリックの16相大議会の影響の下パリ市民はアンリ三世自身と彼がユグノーを撃破できないことに不満だった。1588年5月12日、アンリ三世がギリーズ公の命を狙っていると疑ったパリ市民が、 ギーズ港を守るために通りにバリケードを組んで放棄し、恐れた、アンリ三世は逃亡してしまう。16区総大会が姿勢を掌握し、ギーズ港が市への補給路を確保した。王太后カトリーヌが仲介して、統一直令が出され、国王は、ヌムール直令の再確認、ナバラ王のオジブルボンスウキ教を、王位継承者に承認、ギーズ港の国王総大官任命と言った。 カトリック同盟の要求をほとんど全部飲まされた。ギーズ公暗殺パリへ帰還することを拒んだアンリ3世は1588年9月にブロアで三部会を召集した。三部会の間アンリ3世は平民部会の議員たちがカトリック同盟に操られていると疑うようになり、さらに10月に起こったサボイア公カルロエマヌエーレ一世によるサルッツォ侵攻は ギーズ公による手引きによるものと確信する。ギーズ家が王権に対する脅威であると考えた、アンリ三世は先手を打つことを決意した。12月23日、ギーズ公と弟のギーズ数奇教は国王衛兵隊が仕掛けた罠にかかった。その日、ギーズ公はブロワ城に到着し、弟の数奇教が待つ会議室に入る。彼は、 国王室の隣の書斎で国王が会見を望んでいると告げられた。そこで英兵がギーズ公に掴みかかり、心臓を刺して殺し、他の英兵がギーズ数奇教を逮捕した。ギーズ数奇教は連行中に、矛で突き殺されている。興奮した、ン里三世は病床にあった母、カトリーヌの部屋に駆け込み、私だけがフランスの王になった。私が、 パリの王を殺したと語ったという。もはや王権に対抗する者はいないと信じた、アンリ三世は、ギーズ公の息子、シャルルを投獄してしまう。この混乱の最中の1589年1月5日、病床にあった、王太郷カトリーヌが70歳で息を引き取った。だが、カトリックの守護者と見られていた、ギーズ公アンリのフランス国内での人気は、 非常に高く、カトリック同盟は、アンリ三世に対する戦線を布告する。アンリ三世は、ユグノーの名手である、ナバラ王を、アンリの軍に加わって、カトリック同盟に戦いを仕掛け、これに対して、パリ高等法院が、国王の有罪を申し立てた。アンリ三世の暗殺ギーズコーナキアと、弟のマイエンヌコーシャルルが、カトリック同盟の新たな首領になった。同盟は、 様々な偽名を使って国王を抽象するパンフレットを発行し始め、パリ大学はアンリ三世を退りけることは必要であり、正義であると宣伝する。これにより多くの市民にとって大殺しに対する道義的障害がなくなった。1589年8月1日、ユグノー軍と共にパリを攻撃すべくサンクルーに滞在していたアンリ三世は、 トミニコ会修道士、ジャック・クレマンとの越見中に襲われ、ナイフで悲臓を突き刺された。クレマンはその場で殺され、何者かの指示があったか否かは語らなかった。アンリ三世は、死の床へ、ナバラをアンリを呼び、国政運営のために、カトリックへ回収するよう懇願し、もしもこれを拒否すればひどい戦争が続くだろうと、訴えかけた。サリカ法に則り、 アンリ3世は、ナバラをアンリを、王位継承者に指名する。翌日未明に、アンリ3世が死去し、バロア朝は断絶した。イブリーの戦い1589年時点で、新たに、フランス国王に即位した、アンリ4世は、南部と西部を確保し、カトリック同盟は、北部と東部を支配していた。カトリック同盟への主導権は、 ギーズ家一門のマイエンヌ公をシャルルに委ねられた。カトリック同盟は、ブルボン数奇卿をシャルル十世として国王に擁立し、マイエンヌ公は王国総大官に任命されている。カトリック同盟は、ノルマンディ地方のほとんどを支配していた。だが、9月のアルクの戦いでアンリ四世は、マイエンヌ公に対象を収め、 国王軍は陶器に町々を攻略して、ノルマンディーを総当した。アンリ・四世は、フランス兵帝のためには、パリを攻略せねばならないと知っていたが、これは容易なことではなかった。プロテスタント化したイングランドにおける聖職者や、平神徒に対する残虐行為の話が、カトリック同盟によって出版され、またその支持者たちにより広められていた。 パリ市民はカルバン派の国王を受け入れるよりは死ぬことを覚悟して戦う準備をしていた。1590年3月14日のイブリーの戦いでアンリ4世は再びマイエンヌコを破った。国王軍はパリを包囲したが8月末にパルマコアレッサンドロ率いるスペイン軍が不評18000と騎兵隊5000を持って来園したため包囲を解かねばならなかった。 1491年11月から1492年3月のルアン包囲戦も同じ結果になった。一方、1582年にアンリ3世にブルターニュ総督に任命されたメルクール公、フィリップ・エマニュエルはこの地域を独立させようと図っていた。カトリック同盟の指導者の一人であるメルクール公は、 かつてのブルターニュ公の子孫であり、かつブロアブロスの相続人であったツママリード、リュクサンブールの世襲権を使い、ブルターニュ公領とパンティエーブル公領の所有権を主張し、なんとに政府を受立する。息子を、ブルターニュ公爵かつ王子であると宣伝して、彼は、スペイン王フェリペ2世と同盟した。フェリペ2世は、 王女イサベル・クララ・エウヘニアをブルターニュ王にしようとしていた。スペインの助けを受けたメルクール公は1592年にモンパンシエコ・アンリ率いる国王軍をクランで破った。だがイングランド軍の増援を受けた国王軍はすぐに優勢を取り戻している。アンリ4世1590年5月にカトリック同盟が擁立したシャルル10世が死去した。 1593年に、バイエンヌ公は、国王選出のための全国三部会を招集するが、ムロン・アンリ4世はこれを妨害し、カトリック同盟のみが参加した。スペイン王フェリペ2世は、王女イサベル・クララ・エウヘニアを、フランス国王に送り込もうと企てるが、パリ高等法院がこれに反対して、カトリック同盟の足並みが乱れた。 1590年から1592年の一連の戦役にもかかわらず、アンリ・四ンは、パリを取るにはほど遠かった。アンリ・四ンは、根強いカトリックのパリ市民が、プロテスタントの国王を受け入れる見込みはないと悟った。彼は1593年7月の長比、ガブリエル・デストレイの手紙で、トンボ帰りを打とうと書いている。 それからほどない7月25日、アンリ四世はサンドニ教会でカトリックに改修した。交換知られるところによれば、パリはミサをする値打ちがあると語ったという。アンリ四世はカトリック教会に受け入れられ、1594年2月にシャルトル大聖堂において、生成式を行う。本来はランス大聖堂で行わねばならないが、ここは以前として、 カトリック同盟の勢力下にあり、アンリ4世の誠意を疑って敵対していたためである。3月22日、アンリ4世はついにパリに入場し、復従を拒否した120人のカトリック同盟のメンバーはパリから追放された。パリの会場により他の多くの都市も後に続き、ベアルンでのカトリックの復旧と、行位官職にはカトリックのみを任命すると定めた。 トリエント布告の見返りに、教皇クレメンス八世がアンリ四世を斜面して、波紋を取り消すと、残った都市も、国王の指示に回った。アンリ四世の改修は、プロテスタント貴族たちを悩ませた。その時まで彼らの多くは妥協ではなく、勝利をして、フランス教会の完全な改革を望んでいたからであり、彼らがアンリ四世を受け入れたのは、このような結果のためではなかった。 ユグノーはアンリ4世の妥協的な態度を警戒し、1594年と1596年に政治会議を開いて国王へ警告を発している。1594年の終わりには、幾分かのカトリック同盟のメンバーが依然として国中で活動していたが、すべてはスペインの援助だのみだった。そのため、アンリ4世は1595年1月に、 スペインに宣戦線布告を行った。これはカトリックに対してはスペインが宗教をフランス侵略の口実に使っていると示すためプロテスタントには国王はカトリックに改宗したが決してスペインの区別ではないと示すためであった。また一方でスペインとの戦争により領土を獲得することも望んではいた。戦いは主にカトリック同盟を標的にして フォンテーヌ・フランセーズの戦いなどが行われたが、春からスペインが集中攻勢をかけ、4月にカレート・アルドが占領される。1597年3月に国王軍はアミアンを包囲し、9月にこれを降伏させた。これより、前の1596年1月にマイエンヌ公は降伏し、他のほとんどの地方もアンリ4世に基準し、 カトリック同盟は瓦解していた。アミアンを落とすと、アンリ4世の関心は、ブルターニュへ向き、1598年初めに、メルクール公を標的に進軍し、3月20日に、アンジェで降伏を受け入れた。その後、メルクール公はハンガリーへ亡命し、彼の相続人である娘はアンリ4世の被着室しバンドーム公セザールと結婚している。アンリ4世は、 ポンポンルド・ベリエーブルト・ブリュラールド・シルリーを和平交渉のためスペインへ派遣した。南東直令の後の1598年5月にベルバン条約が結ばれ、戦争は正式に終わった。南東直令の原本案理リオは破壊され疲弊しきった王国の再建と唯一の権威のもとで統一をする責務に直面していた。彼と国王コモンシュリーコは この第一歩として、南都直令について話し合った。1598年4月13日、アンリ4世は南都直令を発し、プロテスタントの信仰の自由を保障し、一定地域に限られてい,いはいたが礼拝を認めた。また、ラロシェルなどの都市を安全保障地とし、政治、軍事の自治権が与えられた。 これは単なる寛用政策の証ではなく、双方の宗派の自由を保障することによって、宗派間の怨恨を急戦させる類のものであった。直令はこの宗教戦争を終わらせる活気であると言われるが、当時の資料にはこれによる明確な成果は確認されていない。実際、ン里四世は1599年に1月にこの、 直令を通過させるために高等法院へ自ら訪れねばならなかった。宗派間の対立はその後何年間も政策に悪影響を及ぼし続け、二度と同様の直令を出さなかったにもかかわらず、安リ四世は幾度も生命の危険にさらされ、そして最後に国王がキリスト教徒としての責務を果たさなかったと信じた一人のカトリックによってそれは成功した。 1610年5月14日、アンリー4世は、狂信的なカトリック信者に暗殺された。1625年9月のレシマの戦いで、フランス艦隊は、ユグノー側のレシマを奪取した。1627年から1628年のラロシェル包囲戦は、ユグノーの破局であった。ルイ14世下の、隆起兵の迫害を描いたプロテスタントの版画。 なんと直霊によって戦争は終結したもののユグノーに与えられた政治的自由は17世紀を通じて次第に騒動のもととなる。南フランスの一部にカトリックを再導入するルイ13世の決定はユグノーの反乱を引き起こしてしまう。1622年のモンペリエ協定により武装したユグノーの都市はラロシェルとモントーバンの2つに減らされた。 これに続く戦争で、リッシュリュー枢機卿が指揮する、国王軍がラロシェルを14ヶ月間包囲した。1629年のラロシェル揚げにより、過去の勅命による、諸特許はすべて取り消されてしまったが、プロテスタントは戦前と、同じく信仰の自由は保てた。ルイ13世の残りの知性とルイ14世の、幼少期、勅令の実施は、年々様々に変わった。 1661年、ユグノーを敵視する、ルイ14世が、フランス政府の実権を握ると、直令の条文のいくつかを無視し始める。1681年、竜気兵の迫害政策を始め、ユグノーの家族に、カトリックに再改収するか他国へ移住するかを迫った。最後には、ルイ14世は、フォンテーヌブロー直霊を発し、過去の直霊を正式に取り消し、 フランスにおけるプロテスタントを非合法化した。直例の撤回はフランスに深刻な損害を与える結果となった。これは新たな反乱は引き起こさなかったが、多くのプロテスタントが回収するよりはフランスを去ることを選び、ほとんどがイングランド、プロイセン、オランダ、そしてスイスへ移住している。18世紀に入った頃にはプロテスタントは 中央高地の壁地セベンヌ山脈にかなりの数が残っていた。カミザールの名で知られるこれらの人々は1702年に政府に対して反乱を起こし1715年まで戦い続けた。その後、カミザールはおおよそ平穏のうちに取り残されている。ありがとうございます。